ってくれやってくれやってくれ。さて、どんどん洞窟の奥に進んでいきますよ。この洞窟、結構深いみたいです。モンスターの声もたくさん聞こえてくるから、気をつけていかないとねー。ゾンビさん一人とかなら負けることはないんだけどなー。おお、ゾンビさんが人参を落としていきました。人参とかじゃがいもとか落とすのって、結構珍しいみたいなんです。むふふ、今日は運が良さそうです。お、鉄もありますねー。いいねいいねー。雲が結構多いです。もしや、廃校とかあったりしますかねー。楽しみです。またゾロゾロと敵が出てきました。もう、一度にたくさん出てくるの、やめてほしいよねこの洞窟、やっぱり広いです。奥には何かある感じがします。でも今日は鉄探しが目的なので、あまり深入りはしないようにします。いつも通りのチキンプレイで行きますからねー。むふふ、鉄、ゲットです。なんか久しぶりに鉄をゲットしましたねー。この洞窟、鉄がたくさんあります。いやー、よかったです。あら、ここの下にはゾンビさんがたくさんいますねー。こういう時は、上から攻撃して全部倒しちゃえばいいよねー。さすがタコライフ、やり方が下がります。ふふふ、何のことですかねー。あ、ちょっとちょっと、あ、これはやばいやつです。BGM も止まっちゃったー。いやいや、全然大丈夫だけどねー。いやー、危なかったけど、全然大丈夫だったねー。さあ、鉄集め鉄集め。あ、そういえば、コメントで質問いただいたのですが、タコライスさんって、パソコン版のマイクラやるとき、プレステのコントローラー使ってるんですか?と質問いただきました。プレステのコントローラーじゃないですよ。Xbox のコントローラーです。前はプレステのコントローラーも使ってたんだけどねー。コントローラーでプレイしているから、画面操作がカクカクなんです。カクカク画面の見づらい動画で、申し訳ないのですが。許してくださいねー。さあ帰ろう帰ろう。せっかく鉄もゲットしたし、危険なところからは脱出します。外は夜です。牛柄野郎に乗って、一気に村まで帰ります。牛柄野郎、お待たせだぜー。よーし、ダッシュだー。いいですねー。バッチリ安全に村まで帰ることができました。あとは寝て、朝が来るのを待つだけです。ふ、見なかったふり見なかったふり。もう、めんどくさいねー。村の近くのモンスターを倒さなきゃ寝れません。最後の一仕事、やりますかー。なかなかの腕前です。すごい的確に撃ってきますよねー。
おしゃれなチェーン装備のゾンビさん。チェーン装備、欲しいです。ああ、あの装備、落としてくれるといいなー。おお、チェーンブーツを落としました。よーし、運がいいです。今度は何も落としてくれなかったねー。チェーン装備を集めて、直して、フル装備にするのが夢なんです。ただいまー。おかえりー。はい。ということで、洞窟探検、これで終わりにしたいと思います。あの洞窟はまだまだ奥がありそうなので、また今度探検に行ってみようと思ってるよー。さてと、帰りましょうかねー。もう帰っちゃうの？そうだねー。今回はとりあえず帰ります。あ、でも、この村も広くしたことだし、何か作りにまたすぐ来ます。お、よろしくお願いねー。任しといてよー。牛柄野郎、帰りますよー。また一走り、よろしくお願いしますだぜー。それじゃ、またねー。気をつけて帰りなさいよー。了解ですー。またすぐ来るから、元気でねー。さて、少しこの村の点検をして、帰りますかー。フェンスも大丈夫だし、湧き潰しもオッケー。うん、大丈夫そうです。それじゃ、帰りますかねー。村が見えてきました。灯台があると、遠くからでも村の場所がわかるので、便利ですよー。到着。ただいまー。牛柄野郎をいつもの場所に戻してっと。リードで繋いで。これでよし。牛柄野郎、お疲れ様だったねー。また今度、遠くに行くときはよろしくだぜー。はい。それでは、毎回恒例の、洞窟探検の成果発表。やっていきます。今回の探検の成果は、まず、石炭が36個。そして骨が3個。糸もゲットしてきました。火薬が5個に。蜘蛛の目が4個。人参もゲットしてきました。ゾンビーフが17個。そしてチェーンブーツ。これはフル装備集めたいので、頑張って集めていきたいと思ってます。そして今回の目的の鉄鉱石は、51個です。まあまあたくさん取れました。これでまた、鉄道作り、再開できますねー。あ、新しい村にアイアンゴーレムさんも作りたいから、今回の鉄はそれに使おうかなー。まあ、とりあえず、鉄もゲットできたし、今回は大成功でしたー。はい。前編、後編に分けての洞窟探検でしたが、後編の動画のアップが遅くなってしまい、ごめんなさい。次回は鉄道作りか、村作り、やっていきたいと思います。やりたいことはたくさんですからねー。頑張ってやっていきます。
何かアイディアなどありましたら、どんどん教えてくださいね。それと、いつもアイディア、アドバイス、ありがとうだぜ。それでは、今回はこの辺で。最後まで見てくれた方、ありがとうございます。チャンネル登録者さん、ありがとうございます。コメント欄、Twitter などで、温かい言葉、アイディア、アドバイスなどくれる方、ありがとうございます。返信は全然できていませんが、よければこれからも、よろしくお願いします。それでは、さようなら。マラトさんも一緒に。え、ああ。またねー。